朝日町の小学校で今日、今年で75回目となるかぼちゃ運動会が開かれました。よーい、児童が持って走っているのはバトンではなくかぼちゃです。朝日町立宮宿小学校の運動会は、終戦後の物資不足の中でも児童を励まそうと、昭和23年地域でかぼちゃを持ち寄って商品にしたことからかぼちゃ運動会と言われています。今年も400個以上が学校へ寄せられました。児童たちは競技を終えると順位ごとに大きさが違うかぼちゃを嬉しそうに受け取っていました。何して食べたい？練習の時は1位取れるか分かんなかったけど、本番1位取れてよかったです。煮物で食べたいです。今日は児童全員にかぼちゃが渡され、自宅で大切に食べるということです。居合道発祥の地とされている村山市で、全国の流派が集い居合道演舞会が開かれました。村山市は室町時代の剣士林崎仁助重信が居合道を始めた地と言われ、演舞会は林崎公を偲んで毎年この時期に開かれています。今日は林崎公を祀る熊野居合両神社で、地元の立岡小学校の居合道クラブや林崎居合道伝承会など、全国の10の流派や団体が厳かな雰囲気の中演舞を披露しました。東京都の新武装林崎流は、およそ1メートル10センチもある長い刀を使い、相手の首元の近くで刀を振る迫力ある演舞を披露しました。こちらもこう背筋が伸びるような、これからも気を引き締めていこうみたいな頑張れる気持ちになりました。訪れた人は張り詰めた雰囲気の中、迫力ある演舞の数々に見入っていました。新型コロナ対策に加え、水害の復旧や物価高騰などに対応します。県は今日およそ408億円の補正予算を組み、議会に内示しました。今回の補正予算では、豪雨被害への対応やコロナの感染拡大防止に向けた取り組みに加え、原油価格、物価高騰の影響が特に大きい中小企業、小規模事業者や運輸業、農業者に対する支援や、長引くコロナの影響により厳しい環境に置かれる県民の皆様に対する支援などを盛り込んだところです。総額408億4900万円に上る一般会計補正予算案の主な概要です。最も大きな比率を占めるのが、先月3日からの豪雨災害への対応でおよそ271億円、次いで物価高騰対策におよそ31億円、コロナ関連の予算におよそ11億5000万円などとなっています。豪雨災害への対応では、被災した護岸を直したり、土砂、流木を撤去したりするなどの復旧費用におよそ22億円、農地や農業用施設などの復旧や改良工事などにおよそ5億円が盛り込まれています。原油価格、物価高騰への対応では、肥料価格上昇で苦しむ農家への支援として、政府の対策に上乗せする県単独の助成事業におよそ5億円、また生活困窮者などに対し、食料品や日用品5000円相当のカタログギフトの配布に4500万円、児童手当を受給している高校生以下の子どもが3人以上いる世帯にチェリカ5000円分を配布する事業に
およそ6000万円が計上されました。新型コロナ対応では、PCR 検査が無料で受けられるための費用負担として、およそ3億7000万円、宿泊・自宅療養中の医療費の公費負担として、およそ3億4000万円が計上されました。補正予算案を審議する県議会9月定例会は、今月16日に開会します。今週日曜日、3年ぶりに開かれる日本一の芋煮会フェスティバルで使われる大鍋、三代目鍋太郎が、今朝早く会場となる馬見ヶ崎河川敷に移されました。今、鍋が持ち上がりました。まだ夜が明けきらない午前5時半、三代目鍋太郎の移動作業が始まりました。直径 6.5 メートル、重さおよそ4トンもある鍋太郎をクレーンで吊り上げ、トラックに乗せるという作業が繰り返し行われました。作業開始から1時間以上をかけ、ようやく台の上に設置されると、歓声や拍手が起こりました。いろいろありましたけれども、感慨深いものがあります。にぎわいがまた、戻ってくる、それを望んでおります。日本一の芋煮会フェスティバルは、今週日曜日、3年ぶりに通常開催され、3万食の芋煮が振る舞われるということです。秋晴れとなった今日の山形市。面白山高原のコスモスベルグでは、可憐なコスモスが見ごろを迎えています。綺麗ですね。天気もいいし。オレンジの濃いやつはすごく綺麗だね。涼しくなってね。あっち今度冬来るのかなと思っております。もう一つ秋の話題です。酒田市では今日、新米の出荷式が行われました。およそ130年前に建てられた酒田市の三居倉庫。米の倉庫として使われてきた国指定の史跡です。今日は米どころ庄内のシンボルともいえる三居倉庫で新米の出荷式が行われました。今年の米は田植えの後低温が続いたほか、8月には記録的な大雨に見舞われましたが、今月に入ってから天候が安定したため、平年並みの生育状況になっているということです。初出荷されたのは庄内産の生え抜きおよそ26トン、すべて一等米だということです。今日は JA などの関係者が収穫作業や配送の安全を願って神事を行い、新米を積んだトラックが県内各地へ出発していきました。事業の回復に向けた対策というものをしっかりと行いながら、さらに県産米の販促活動をしっかり行ってですね、県産米の有利販売といった形をですね、しっかりとやっていきたいというふうに考えてございます。 JA 全農山形によりますと、
今年の生え抜きは18万トンの販売を目指しているということです。